家族旅行なんていい気なもんだね。5日間も申請するのか。この時代に贅沢だな。有給を申請した俺に部長はネチネチと嫌味を言う。この会社で長年働かせていただいているおかげです。申請を却下されてはたまらない。俺は愛想笑いと慣れないごますりで乗り切って有給をもぎ取ったが、この時はあんなことになるなんて全く思っていなかった。俺は杉田、55歳だ。製造業関係のある会社で事務をしている。うちは大手の子会社だ。俺は事務の中でも主にセキュリティ関連の保守点検を担当。細かいことは外部の業者がやってくれるのだが、業者との窓口になっていた。杉田さん、また斉藤部長が例の動画を見ています。仕事中、女性社員が心底嫌そうな顔をして、こそっと俺に告げ口をしに来た。わかった、ありがとう。注意してくるよ。俺は席を立つ。事務員は、俺と部下の女性社員2人と部長の4人だ。デスクが4つ、事務室の真ん中に向かい合わせに置いてある。俺の位置からは、部長が何をしているか見えないが、隣に座る女性社員からはバッチリ見えてしまう。俺は部長の隣に立ち、コホンと咳払いをする。部長はイヤホンをしてパソコンの画面から目を離さない。ニヤニヤしているし、イヤホンからは音が漏れている。俺はもう一度大きめに咳払いをして、斉藤部長、困りますよ。仕事中です。今すぐ動画を消してください。と注意した。部長は俺に気づいたが、不満そうな顔をして、うるさい、今ちょうど休憩中なんだ。休憩しているんだから見てもいいだろう。それとも何か、杉田、お前上司に意見する気なのか？高卒のお前が一流大卒の俺に？とまくし立てる。休憩はご自由にどうぞ。でも会社のパソコンでいかがわしい動画を見るのはやめてください。変なリンクを踏んでコンピューターウイルスに感染する可能性もありますから、セキュリティ担当として見過ごせません。俺がはっきり言ってやると部長の後ろで先ほどの女性社員がうなずいていた。ふむ、杉田。お前はなんで俺がいかがわしい動画を見ているってわかったんだ？向かいの席なのに誰か告げ口した奴がいたってことか？部長はそう言うと隣の女性社員を見た。女性社員はさっと下を向き視線をそらす。違いますよ。イヤホンから音が漏れていたんです。だから俺が気づいて注意しに来たんですよ。俺は部長の耳を指さした。はっ、どうだかな。この女も興味津々で見ていたんじゃないか。既婚の女の方がスケベだって言うから。斉藤部長、セクハラですよ。何を考えているんですか。とんでもないセクハラ発言が飛び出したため、俺は慌てて止める。女性社員は真っ赤な顔をして部長を睨んだが、何も言わず仕事をしだした。後で女性社員にはフォローを入れて、社長には部長の横暴を伝えないと。俺はため息が出た。とにかく、いかがわしい動画は今すぐ止めてください。うるさいな。杉田、お前部下のくせに生意気なんだよ。休憩が終わったら止めるんだからほっといてくれ。注意しても部長は聞く耳を持たない。しばらく動画を見ると、いそいそとトイレにこもるのがいつものパターンだ。その行動、いい大人が恥ずかしくないのかと、俺は本気で呆れている。部長がトイレに消えた後、俺はセキュリティの業者と連絡を取った。はい、じゃあそれで。ああ、ええ。業務にインターネットはほとんど使えませんから。
電話を終えると、俺の隣の女性社員が。どこへ電話をしていたんですか？と聞いてくる。俺はニヤッと笑って。セキュリティの会社だよ。今から会社のパソコンのセキュリティを一番厳しい最高に設定する。これで変なホームページに接続できないはずだ。ただ無害なページでも誤作動で有害判定される場合があるから、本当は中程度の方がいいらしいんだけどな。と答える。女性社員は鼻息荒く。構いません。どうせ仕事でネットを見ることはほとんどありませんし。多少不便になったところで、斉藤部長が例の動画を見ないように、ずーっと最高設定でお願いします。その日は満足したのか、トイレから戻った部長は、それきりいかがわしい動画を見なかったようだ。翌日、部長が動画を見ようとしたとき、セキュリティに弾かれ、見られなかったらしい。部長は、杉田、どういうことだ？パソコンが動かんぞ！ページが全部開けないんだ！と怒り出した。俺は澄ました顔で、セキュリティの設定を最高に上げたんです。危険なページを開けなくしました。サイバー犯罪へのセキュリティ強化対策の一環ですよ。社長も喜んで了承してくださいました。と答える。女性社員たちが口々に、通常の業務では何の問題もありませんよ。ネットも普通のページなら開けますし。社内ネットも経理専用のソフトも異常なしです。と言い、俺に加勢してくれる。部長は悔しそうに。くっそ、今に見てろよ。と言い、スマホを持ってトイレへ行ってしまった。俺と女性社員たちはニヤッと笑い合ったが、何か仕返しをしてくるかもしれないと不安があった。会社で昼間から堂々といかがわしい動画を見て逆ギレするのはまともな人間には思えないからだ。ただ部長はこれでも一流大学出身らしい。部長は本社から3ヶ月ほど前に来たばかりで実質左遷だ。いつも困るなぁと思うのだが、本社は子会社へ気軽に問題児を押し付けてくる。厄介者だけど辞めさせられないからという本社の事情はわかるが、うちは人手が足りているし、迷惑極まりない。ここいい職場だったのに、まさかあんな上司が移動してくるなんて誰も思いませんでしたよね。本当にその通りよ。まだ杉田さんがいるから助かっているけど、斉藤部長なんてやめちゃえばいいのに。女性社員たちは過激なことを言う。俺はぎくりとした。もともと俺は特に問題がなければ、早期退職をして老後はのんびり海の近くで釣りでもしながら暮らしたいと思っていたのだ。その気持ちは今も変わらない。妻の方が俺よりも乗り気であちこち候補地の情報を集めたり、細々した計画を立てたりしている。そろそろやめ時かもしれない。だけど、あんな部長のもとに女性社員2人を残していくことも気が引けた。そんな時、俺に娘夫婦から家族旅行をしないかと連絡が来た。行き先は、昔家族旅行でよく行った海辺の観光地で温泉も有名だ。のんびり過ごすにはとてもいいところだろう。妻も大賛成して、せっかくだから眺めに行きましょう。今しかこんなチャンスはないわと張り切っている。娘夫婦には二人の子供がいて、一人は年長、もう一人は小学校3年生だ。上の孫が今年の秋からサッカークラブに入るそうで、週5で練習があるらしい。それでクラブに入る前、子供たちが夏休みに入ったらすぐ、思い出の海辺の町へ家族旅行に出かけることにした。俺は最初、
娘たちの家族旅行に俺たちが混じるのはお邪魔じゃないかと遠慮したのだが、妻は乗り気だし、娘も、お父さんはお財布なの、いないと困るから来てとちゃっかりしたことを言う。娘の夫も、お財布は冗談ですが、ぜひ一緒に来てください。子供たちがおじいちゃんから釣りを教えてもらいたがっているんですと言ってくれた。孫たちと一緒に釣りなんて、今から本当に楽しみだ。善は急げと、俺は翌日、有給を申請した。別に有給の申請自体は、一週間前ぐらいでも十分なのだが、周りに迷惑をかけるわけにはいかない。家族旅行だって、いい気なもんだね。5日間も申請するのか。贅沢だな。部長は許可はしてくれたものの、ネチネチ文句を言ってきた。この会社で長年働かせていただいているおかげですよ。申請を却下されてはたまらない。俺は愛想笑いと慣れないごますりで乗り切って有給をもぎ取ったが、部長が次に言った言葉に頭が真っ白になる。まあ、ちょうどいい機会だ。給与泥棒はそのまま退職しろや。は？給与泥棒ですか？俺は訳がわからなくて繰り返す。部長はうなずく。そうだ。普段の事務作業は女性社員たちで十分じゃないか。お前はセキュリティなんてわけのわからない仕事をしているだけだ。そもそもこんな子会社に誰がサイバー犯罪を仕掛けるって言うんだ。余分な存在はむしろ部長、お前だ。なんて口が裂けても言えない。それにセキュリティ以外の仕事ももちろんしているのだが、俺が黙っていると部長は話を続ける。セキュリティって言ったって外部の業者に頼むだけだろ。それだって無駄遣いだ。こんな会社のセキュリティなんて市販のセキュリティソフトで十分だ。だからお前なんて給与泥棒のお荷物だ。有給はくれてやるからこのままやめろや。女性社員たちはパソコンを打つ手を止め、心配そうに俺を見ていた。俺は大きくため息をつく。そうですか。わかりました。では、有給休暇と同時に辞めます。部長はニヤッと笑う。結構。引き継ぎは女たちにしておけよ。女性社員たちには悪いと思ったが、俺はこの機会に仕事を辞めることにした。すべてを見ていた女性社員たちは、部長の暴言を自分のことのように怒ってくれた。社長に直訴しませんか？と誘われたが、俺は前から早期退職をしたいと思っていたことや、二人を残していくのが悪いから言い出せなかったことを話す。すると女性社員たちは、そういうことなら、と理解してくれた。その後、俺は社長に今起こった一部始終と早期退職をしたい旨を話した。俺が辞める段階になって初めて社長は部長のせいでとんでもないことになっていると気づいたようだ。自主退職でなく会社都合ということでしっかり退職金を支払うと約束してくれた。俺は家へ帰って妻に、会社を成り行きで辞めることになった。と説明する。妻は、ちょうどいい機会じゃない。と大喜びだったから、俺はほっとした。娘夫婦も、それなら辞めて当然。と言ってくれる。こうして俺は次の日から引き継ぎをして、残った有給で家族旅行へ行くのと同時に、会社を辞めることになったのだが、翌日、つまり旅行初日、娘から。お父さん、なんかスマホが鳴っているみたいよ。と言われた。ああ、しまった。メールの設定を直し忘れていたよ。これを機会に削除しておこう。
俺は今まで会社だけは電話もメールも音が鳴るように設定していた。わざわざ俺に休日連絡をよこすのは非常事態だと思っていたからだ。もう会社は辞めるんだし、削除した方がいいだろう。でも一応誰から来たのか確認したら、まさかの斉藤部長だ。お、ああ、文面がおかしいぞ。メールアドレスは間違いなく部長だが、自動翻訳っぽいというか、何かがおかしい。まあ、いいか。俺はメールを消した。その数分後、またメールが来た。やはり部長で、文面がおかしい。そうこうしているうちに電話が鳴った。会社からだった。出てみると部長で、おい、杉田、大変なんだ、なんとかしてくれと、いきなり泣きつかれたのだ。落ち着いてください。一から説明してくれますか？部長から聞いた話をまとめるとこうだ。今朝、部長が出社すると、女性社員たちが顔面蒼白で。部長、一大事ですと言ってきたのだという。朝パソコンを立ち上げようとしたら、うまく動かなかったそうだ。それだけではない。工場のシステムも動かないという。停電しているわけでもないのに、ネットワークで繋がっている部分が動かない。本社からも連絡が来て大騒ぎになったようだ。社内ネットも動きませんし、経理専用ソフトもフリーズしたままなんです。部長のメールアドレスから次々に取引先へ変なメールが送られているようです。私たちのスマホにも請求書が来ているんですけど、どういうことですか？女性社員たちから口々に言われ、取引先からも状況確認の電話が鳴り止まない。斉藤部長はパニックになったようだ。悪質なコンピューターウイルスにやられたようなんだ。我が社を狙ったサイバー攻撃かもしれない。お前セキュリティ担当だろ、何かわからないのか？今すぐ会社に来てくれ。来てくれも何も、旅行中ですし無理ですよ。そこをなんとか頼むよ。ですね、俺はあなたに給与泥棒と言われ会社を辞めるんですよ。楽しい家族旅行を諦めて戻るつもりなんて全くありません。業者に頼めばいいじゃないですか。頼んだんだが、うちの担当者は体調不良で休みで、他の者は午後からしか行けないと言うんだ。部長は心底困り果てた様子だった。社長には話しましたか？本社からか、誰か別の人から連絡が行っているかもしれませんが。まだだ。社長に話したら問題が大きくなるだろう。内密に済ませたい。この後に及んで何を言うんですか。すでに大変な事態なんです。今すぐ社長に報告して、俺に電話をかけるように伝えてください。コンピューターウイルスに感染した場合、速やかに感染源の特定、駆除、システムの修復を行う必要がある。俺は部長のことはどうでもよかったが、他のみんなが苦労するのは避けたかった。数分後、社長から電話がかかってくる。俺は外部の業者から万が一の時の対応として聞いていた手順を口頭で伝えた。マニュアルとしても残してあるのだが、とっさの時、横文字、カタカナ語だらけだとわかりにくい。あの会社では社長が俺の次にパソコンに詳しいので、簡単な説明でもすぐに理解して、今できる最善の処置をしてくれた。その最中、セキュリティが最高の状態から最低に変更されていたことや、斉藤部長の閲覧履歴から怪しいホームページを開いてリンクを踏んで、ウイルスに感染したことが分かった。どうやら部長は昨日の夕方から夜にかけて、会社のパソコンでいかがわしいホームページの閲覧をたっぷりと楽しんだようだ。まさかこんな事態を引き起こすとは思わずに。社長は俺に感謝をして電話を切ったが、声が震えていて激怒しているのが分かった。その後、俺にできることはやったし、旅行中、会社から電話がかかってくることはなかった。
妻も俺も旅行先の海辺の町が気に入り、引っ越すことにした。旅行から自宅に戻って引っ越しの準備を始める。そんな時、元社長から電話が入った。元社長は改めて俺へのお礼を言い、今回の協力料を退職金とは別に支払ってくれるという。そして雑談がてら、その後の話を教えてくれた。コンピューターウイルスに感染したことで、会社にはかなりの被害が出たそうだ。工場は動かなくなったし、顧客情報や重要な情報が流出し、今後の取引中止を申し出る取引先も出てきた。斉藤部長は懲戒解雇になった。女性社員たちが、普段から俺が注意しても閲覧をやめなかったと証言してくれたそうだ。会社としては部長に損害賠償を請求するらしい。そんなまさかこんなことになるとは思っていなかったんです。本当に申し訳ありません。どうか許してください。と、部長は泣きながら謝って土下座したが、周りはしらけた目で見ていたそうだ。理由が理由だし、自業自得だろう。実は、社長から電話が来る前、斉藤部長からも電話が来て、別人のように丁寧に、大変申し訳ありませんでした。どうか杉田くんから、俺が偶然初めていかがわしい動画を開いて運悪くコンピューターウイルスに感染してしまったと証言してくれないか?と言われたが、俺は嘘をつけませんし、履歴ですぐにわかることですよ。自分の不始末は自分で取ってくださいね。と返事をした。ちょうどいいので社長にも電話が来たことを報告する。また斉藤部長の一件で会社都合の退職とはいえ、私の退職の経緯があまりにひどいことが本社の上層部にまで伝わって、うちにまで偉い人たちが謝罪に来た。俺は残った女性社員たちのため、今後安易に左遷する人間を送らないようにお願いしておく。気になっていた問題も片付いた。これからは海辺の街で楽しい第二の人生を送ろうと思う。